はいどうも、ゆきともです。今回の動画は毎週更新している新刊ライトノベルの売上ランキングをチェックしていく動画です。今回の対象期間は1月31日から2月6日までの1週間です。ランキングはツタヤ調べで単行本を含まない文庫本のみのランキングなので、その点だけご了承ください。今週もどのラノベが売れているのか最新情報をチェックしていっちゃいましょう。先週はオーバーラップ文庫のありふれた職業で世界最強の12巻が1位を取っていきました。さすがテレビアニメ放送中なだけあり、かなり勢いがありますね。2月新刊も発売していますが、果たして2週連続1位となるんでしょうか。それでは早速ランキングの方を見ていきましょう。まずは20位から11位までをサクッと見ていきます。第20位、初登場、オパール文庫、お嬢様の恋人第2巻。まずは女性向けラノベレーベルのオパール文庫の新刊が入ってきました。盲女の主人公が憧れの上司との恋愛をしていく作品となっているようです。この巻で完結となるみたいですね。続いて19位、初登場、ソーニャ文庫、呪われ騎士は乙女の視線に射抜かれたい。こちらも女性向けラノベですね。蛇竜を倒したことで顔にまがまがしいあざが浮かんでしまった騎士が絵描きをしているヒロインと恋愛をしていく作品となっているようです。続いて18位、先週7位から11ランクダウン、 GA 文庫、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた剣 5.5 巻。お隣の天使様が順位を下げてきましたが、3週連続でトップ20位以内となっています。堅調に売れていますね。アニメ放送が近づいたらさらに売り上げを伸ばしていきそうです。続いて17位、初登場、 HJ 文庫、魔王使いの最強支配第2巻。関数の少なめなシリーズが入ってきました。このシリーズは魔王を仲間にしていくっていう設定が面白いファンタジーシリーズとなっています。この順位でのスタートはまずまずって感じですかね。続いて16位、初登場、バニラ文庫、若頭に保護されたはずが溺愛嫁になったようです。OL をしているヒロインがイケメン若頭の嫁になる物語となっているようです。極道なのにヒロインを溺愛しちゃう甘々展開となっているようです。続いて15位、初登場、角川スニーカー文庫、ラブコメ漫画に入ってしまったので推しの負けヒロインを全力で幸せにする。スニーカー文庫の新シリーズがランクインです。こちらは漫画の世界に入っちゃうタイプのラブコメ作品ですね。負けヒロイン系の作品のようですが、内容的には明るく楽しく読めるラブコメとなっているみたいです。自分ちょっとね、購入はしているんですけど、まだ読めていませんので、まあ近いうちにね、読もうかなと思っています。続いて14位、初登場、 HJ 文庫、陰キャの僕に罰ゲームで告白してきたはずのギャルがどう見ても僕にベタボレです、第2巻。こちらは清楚系のギャルに告白されて始まるラブコメですね。罰ゲームから始まる展開なんですけども、まあ、主人公とヒロインがどんどん惹かれ合う展開となっていますので、甘々感は相当高いラブコメになっています。まあ、最新巻も相当糖度の高い甘々展開が楽しめるみたいです。続いて13位、初登場、 HJ 文庫、召喚師が陰キャで何が悪い。連続で HJ 文庫はランクインです。こちらは新シリーズですね。ゲームのような異世界と現実が行き来できるというちょっとね、面白い設定のある新作です。陰キャ気味な主人公が、徐々に心を開いて成長していく物語となっていますので、まあ、チート無双系ではなく、地に足のついた展開となってるみたいですね。ひねくれ主人公の成長を楽しむ物語って感じですかね。続いて12位、初登場、角川スニーカー文庫、陰キャだった俺の青春リベンジ、天使すぎるあの子と歩むリライフ。こちらはタイムリープ系の青春ラノベです。自分もね、早速読んでいるんですけども、安定感のある青春ストーリーになっていて、なかなか楽しめましたね。ブラック企業勤めだった主人公が高校時代にタイムリープして活躍していくって感じで、結構ね、爽快感のある展開になっていましたね。王道な青春ストーリーが読みたい人に非常におすすめです。続いて11位、初登場、 HJ 文庫、追放されるたびにスキルを手に入れた俺が100の異世界で2周目無双。こちらも新シリーズですね。なんかね、今週は新シリーズがかなりランクインしています。結構いい感じですね。このシリーズも僕ね、すでに読んでいるんですけども、普通の追放ものとは一味違った展開となっていて、かなり面白かったです。キャラクターもしっかり魅力的でしたし、タイトルで少し敬遠しているっていう人は思い切って読んでみると結構ね、楽しめるんじゃないかなと思います。ということで11位までの結果を見ていきました。
今週はね、2月発売の新シリーズがかなりランクインしていますね。やはりね、新シリーズが売れてくれないとレーベルとしてもね、辛いと思いますので、この結果はなかなかいいんじゃないでしょうか。個人的にも楽しめた作品多かったですので、気になった作品ありましたらぜひ読んでみてください。ということで11位までを見ていきましたので、続いては気になるトップ10をチェックしていきましょう。まずは第10位からですね。第10位、初登場 HJ 文庫。役立たずと言われ勇者パーティーを追放された俺、最強スキル弱点カンパが覚醒しました。追放者たちの寄せ集めから始まる楽しい敗者復活物語。いや、タイトルめちゃめちゃ長いですね。追放系の成り上がりファンタジーっぽいタイトルとなっていますが、どうやらスローライフ要素の強い日常ファンタジーになっているみたいです。バトル要素もあるみたいなんですけど、一巻時点では追放されてしまったキャラたちがパーティーを組んで楽しい日常を過ごすのを楽しむって感じの物語となっているみたいです。続いて第9位、初登場角川ビーンズ文庫。毒殺される悪役令嬢ですが、いつの間にか出来合いルートに入っていたようで、こちらは少女ラノベレーベルの角川ビーンズ文庫の新シリーズです。悪役令嬢ものみたいなんですけど、タイムリープ要素のあるファンタジーとなっているようです。毒殺されてしまったヒロインが3年前にタイムリープして、同じように毒殺されてしまった王子様を救うべく奔走するという展開となるようです。ただ基本的には出来合い系の恋愛ものとなっているみたいですね。続いて第8位、初登場ソーニャ文庫。食材結婚。こちらは女性向けのラブロマンス作品ですね。シンプルなタイトルが逆に目を引きます。冤罪で家族を失った霊嬢であるヒロインと腹黒な王子の恋愛を描いていく作品となっているようです。不幸のどん底から這い上がっていくシンデレラストーリーって感じですかね。続いて第7位、先週9位から2ランクアップ、モンスター文庫。超難関ダンジョンで10万年修行した結果世界最強に、最弱無敗の下克上。モンスター文庫の新シリーズが2週連続でトップ10入りです。しかも順位を上げてきていますね。これはなかなかいい感じです。主人公は10万年生きたことでガチの化け物となっていくようなので、圧倒的な力で無双するのが楽しめます。久しぶりにね、がっつりオレツエモノ読みたい気分なので、ちょっと自分読んでみようかなと思っています。続いて第6位、初登場ソーニャ文庫。3年後離婚するはずがなぜか溺愛されてます。今週は女性向けラノベ結構強いですね。こちらは人嫌いな訳あり伯爵と不遇にも負けない没落令嬢の契約結婚系の恋愛ものとなっているようです。すれ違い模様にやきもきするタイプの甘々ラブコメ作品のようですね。続いて第5位、初登場 HJ 文庫。魔界帰りの劣等能力者第8巻。こちらは HJ 文庫でも人気となっている現代異能バトル作品です。現代異能ものってここ最近のラノベでは少ないので、ここまで関数が続いているっていうのは貴重なシリーズだと思います。落ちこぼれ扱いされている主人公が実は最強クラスの力を持っていたという隠れオレツエモノなのですが、まあ、バトルシーンの爽快感もねかなり強い作品ですね。まあ、このまま HJ 文庫の人気シリーズとして定着していきそうな感じです。続いて第4位、先週1位から3ランクダウン、オーバーラップ文庫。ありふれた職業で世界最強12巻。先週1位だったありふれ最新巻がここで来ました。2週連続1位はさすがに難しかったですね。それでもね、しっかり2週目でも上位をキープしています。本編クライマックスに向けて加速している巻となっていますので、まあ次の巻がいつ頃発売になるんですかね。まあさすがに1年以上待たされるのはシリーズファン的には辛いですよね。まあ、なるべく早く新刊発売してほしいところです。そしてここからトップ3の発表です。新刊がしっかり入ったランキングとなっていますが、ここから上にも今週初登場の作品が複数ランクインしています。果たして今週の第1位はどのラノベなのか、それではまずは第3位からチェックしていきましょう。第3位、初登場角川スニーカー文庫。ママ母の連れ子が元カノだった第8巻。スニーカー文庫の人気ラブコメがここで来ました。テレビアニメ化も決まって人気が高まっているシリーズですが、最新刊もしっかり売れていますね。家庭内ラブコメ作品としてはかなりの面白さになっているシリーズですが、最新刊では複数のキャラの恋愛模様が楽しめる展開なので、横の広がりが増した感となっています。ちなみにアニメに関しては2022年放送と発表されていますので、いつ頃放送になるのか楽しみですね。
まあ、タイミング的には夏放送かなと予想していますが、どうなるでしょうか。今後ね、さらに期待できるラブコメシリーズなので、未読の方は今のうちにチェックしてみてください。続いて第2位。先週から順位をキープ。ヒーロー文庫、異世界迷宮でハーレムを12巻。1位は惜しくも逃しましたが、2週連続でしっかり上位をキープしてきましたね。こちらもテレビアニメ化が決定している異世界ハーレム系なファンタジー作品です。美少女とエッチなことをしながら異世界スローライフを楽しむって感じなので、マジでね、頭を空っぽにして楽しむ作品って感じですね。まあ疲れている時とかに読むと結構癒されたりするんですよね。アニメは2022年放送と発表されているので、こちらもいつ頃放送になるのか楽しみです。そしてそんなアニメ化作品たちを抑えて、今週の第1位となったのは、第1位。初登場、角川スニーカー文庫、マジカルエクスプローラー、エロゲの友人キャラに転生したけど、ゲーム知識使って自由に生きる、第6巻。まだアニメ化は決定していないマジエク最新巻が、堂々1位となりました。いやー、かなり売れてますね。まあ、舞台設定としては、エロゲー世界への転生なので、おバカなエロダンジョンなんかも登場するんですけど、基本的には熱いバトルファンタジーになっています。ゲーム世界転生系の物語として、しっかり楽しめる感じですね。最新巻は力を合わせて強大なボスキャラと戦う展開なので、熱いバトルになっています。ちなみに、新巻期間合わせて第10版が決まったと公式から発表されていたので、かなり人気高まっていますね。この調子だとアニメ化もすぐに決まりそうです。ということで今週は、角川スニーカー文庫、マジカルエクスプローラー、エロゲの友人キャラに転生したけど、ゲーム知識使って自由に生きる第6巻が1位となりました。来週は電撃文庫の新刊なども集計期間入ってきますので、まあ、どれだけ順位をキープできるのか注目です。以上今週の売上ランキング動画はここまで。来週の結果が気になるという方は、この機会にぜひチャンネル登録お願いいたします。新刊ラダメの紹介動画もありますので、そちらもぜひチェックしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。